はいどうも、みそこゼミネットです。さあ、中古で買った飛び出せ動物の森に神データは存在するのかしないのか、10万円分シリーズ続きやっていきましょうか。いやー、なかなかですね、この10万円分シリーズ、初期データが異常なまでに多いわけなんですけれども、まあ、今回もね、神データ探していきたいなと思います。では早速やっていきましょう。あ、アミーボプラスにアップデートされている。おーし、というわけで、服装やば。なんかもう、求めるすべてをぶち込んだって感じですね。早速やっていきましょうか。でも、アップデートされてるの珍しいなと思うんですけれども、まずソパカから見ていこうぜ。花火職人サポートって何？オリジナル花火をサポート。あー、はいはいはい。マイデザインの花火が打ち上がった方にふるさとチケットを差し上げます。そんなんあるんだ。二重の村。2019年1月10日。めっちゃ最近。めっちゃ最近。なんなら半年前。半年前に登録してすぐ売った感じか？ 6 ヶ月間もどこ行ってたんだいって書いてあるから、1ヶ月もやってなかったかなぐらいのデータですね。ちょっと、一周だけしていきますか。サクランボが特産物なんですね。相変わらずなんか、R パーカーズギリッギリのところに立ってるな。かぶり場がいる。今日日曜日か。で、今日何の日だ？花火大会か。8月11日。花火大会の、マイデザイン、なんか持ってんのかな？何も持ってないもんな。まあまあ、初めて1ヶ月で売ったデータだったら、まあそんな感じかなって思うんだけど、相変わらずだな。前回のデータもね、ここに R パーカーズ立ってたんですけれども、一マスしか空いてないんだよね。これギリギリすぎて、びっくりしますね。さて、家の中に入っていきましょうか。マジでなんか初期データ率が異常なまでに高いな。はあ、というわけで、うお、なんか手に入った家具をすべて出してみたって感じですね。これ多分拡張されたんだな。拡張されて、そのまま放置したって感じだとは思うんですけれども、タンスの中見ていきましょうか。でもこういうのに限って案外レアな家具があったりするんじゃないですかね。雪だるま系。雪だるま。雪だるま家具。あ、でも1月だからそうか。特になんか、時間を移動したわけでもなく、落とし穴の種。ただ純粋にやって飽きたって感じなんですかね。特に何もないですね。商店街の方行きましょうか。しゃ、というわけでですね。額をチェッキングしていく。あ、ちょっと入ってる。あ、125ベル。どこでその125ベル入ったんだろう。とりあえず、引き落としいくか。まあまあ、このデータだけだったらあれなんで、もう一個今回は紹介したいと思います。なんか一番最初この10万円分企画始めた時、すごいいい感じのデータ引いて、幸先いいですね、みたいなこと言ってたんだけど、今となってはもう、初期データしか引かないですね。お、なんかマーメイド率の高さやべえな。XL。XL って名前の住民いんの？オイラもついに復活だ。それもこれも親切に薬をくれたお前のおかげ。こいつはオイラからのほんの気持ちだけど受け取ってくれ。XL。たぬきハージング、ニンテンド。ただ、あれがないですね。郵便局からの手紙がないですね。ふにふに村。でもあれなんだね。アップデートされる前だったから、結構、長い期間眠ってたはずなんですけれども、それでも、ないんだなぁ。ちょっと、なんか村の作り、すごくない？この川の。川のこの感じ。めっちゃうねってますね。なかなか珍しい地形かなと思うわけなんですけれども、美しい村条例ですらない。で、斧。斧か。こっちが？左右さん。ちょっと中入ってみますか。やっぱ、中古の飛び森って女の子のデータが結構いいところまで行っ
て、で男の子のデータはね、なんか最初の段階でやめてるのが多い印象あるわ。こっち開く？これ開くんか。で、あー整理されてる。あ、女の子のデータって感じするわ。鹿柄のニットでズボン系が入りまして、でサンタの帽子とかか、キャプテンの帽子、紫のキャップ、ヒゲ、ブラインドサングラスで、レースのソックス、ハテナソックス、ここら辺ソックス系ですね。めっちゃ綺麗に整理整頓されてますね。茶色いパンプスで、青いパンプスで、で、あ、なんだろうこれは、緑のマリンスーツか、ひー、で新聞紙の兜とか。おー、ここなんかおしゃれ。あえて一個に統一してないんですね。絨毯と壁紙を交互に作ってますね。で、銅の魚トロフィー。あ、ここら辺トロフィー系ですね。めっちゃ分けられてんな。ベンジャミン。で、家具系に移行したわけですね。ここら辺は。年越しそば。サムゲタン！え、珍しいもん持ってんな。サムゲタン持ってんのってすごくない？キノコのランプ。で、アイス系の家具で、スノーボード。クリスマス系か。で、加湿器、斜めドラム洗濯機、ホットプレート、オイルヒーターで、ヒラメ板テーブル、トゥクトゥク、電気ケトル、雪だるマトリョーシカ、あー、あったな、そういえばそんなの。あるで、ロココ系の家具が入って、最後はアイス系、雪だるまからもらう家具ですね。 OK です。おーし、じゃあこっちの部屋から早速行きましょうかい。右の部屋は、右の部屋はリビング。あー、でもリビングっていうのかな、一人暮らしを再現してるような感じですよね。いや、でもかなり部屋の作り、すごいおしゃれにできてますよね。なんかいろんな家具が混ざり合ってるわけなんですけれども、統一感ありますよね。上の部屋は、あ、マーメイド系来ましたね。可愛らしい部屋になっているわけなんですが、すごい少女チックな感じに作り上げられてますね。マーメイド率高いな、本当に。この10万円分シリーズ、マーメイド系の部屋が今でだいたい4個か3個か出てきてますね。え、マーメイドってそんな作りやすいか、言うほど。俺作ったことねえけど。いや、家庭が結構難しい気するんだけどな。お、マスター、マスターハニワじゃないですか。実はマスターハニワはまだ俺もらったことがなくて、いつかもらおう、いつかもらおうって思ってたんだけど、全然やらなかったですね。マスターハニワじゃん。結構時間かかるよな、こやつら全部集めんの。で、地下がないので上だけですね。で、最後はカーニバル家具と。カーニバル家具もなかなかよく見かけますよね、中古の飛び盛りシリーズ。まあ確かにね、カーニバル系の家具は作りやすいっちゃ作りやすいかもしれないんですが、イベントをやればね、手に入るんでね。けどまあ大体のデータが、今んところ女の子が作ってるデータは、カーニバル系か、ハーベストか、マーメイド系の部屋がちょっと多いかなっていう印象ですね。あと卵系も多いなぁ。ぴょん太郎。まあでもぴょん太郎のイベントも手に入りやすいっちゃ入りやすいか。まあこのデータアップデー前だったんだけど、アップデーされたら、今だったらね、このキャンプ場もあるから、それで余計に手に入りやすくなってますもんね。 OK です。じゃあ最後にちょっと貯金額をチェックしていきましょうか。 PG ラブかなって思ったけど、 LOOV がないな。 E はあるけど V がないですね。 PG って何の略なんだろう。 PG は分からんな。あ、ポルノグラフィティか。PG。多分そうだと思いますね。ラブって書いてあるんで。お、ムジラの仮面。ビビった。なんでこれ置いてんだろう。とりあえず踏んどくか。ここら辺バルーン系ではなくて、手に入った家具とりあえず置いてみたって感じか。しゃ、というわけでですね、ホームセンターか。最後に貯金額チェックしていきましょうか。はい、というわけでですね、最後に貯金額チェックしていきたいなと思います。引き出していく。
46万1000ベル。ローンは？ローンってあれ全部返済し終わってないよね。これでも最後返済できた気するんだけどな。あえてしなかったんですね。まあ確かにローン返済しんどいっちゃしんどいけどな。ホームセンターって今の時間空いてる？空いてないよな。今何時だ？朝の8時45分。全然まだまだですね。あ、というわけでですね、まあ、今回はデータを2個紹介させていただいたわけなんですけれども、まあまあまあ、言うても半分も終わってませんから、まあこれからもね、探していきたいなと思います。というわけで今回この辺で撮っておきましょう。じゃあ。